JR テレビよりドブネズミをお届けいたします。私は司会のおみさです。お話は放送政治連盟鳥類院大学総裁にお願いいたします。それではよろしくお願いします。 JR テレビ sendet heute mit einem Bericht über Kanalratten. Ich bin ihre Moderatorin Nisa und der heutige Beitrag wird Ihnen präsentiert von 鳥類院大学総裁。JRB Telebi starts today's transmission about dirty water. I'll be your host, Misa, and today's topic will be presented by 鳥類院大学総裁. Please. 本番組はこのドブネズミという番組になってるけども、その上に永田町とつけたいわけです。永田町ドブネズミ、やはりまあ、私は国会議員、都会議員、市会議員、県会議員、区会議員、市会議員、町会議員、村会議員はほぼドブネズミだと、まあ思ってるんだけど、特に永田町におけるドブネズミを摘発していかなきゃいけない。そういう目的を持って、ドブネズミ摘発のための番組を私は作っていきたいと。こういう、趣旨で始める番組ですから、永田町ドブネズミと。まあ、毎日これはやっていきますが、まず今日は、横綱、永田町ドブネズミの横綱をまず紹介したい。これはまず私が横綱に推薦するのは、言わずと知れた泥亀亀井静香である。亀井静香がなぜ横綱になれるかというと、莫大な資産を設けた。何で儲けたか。いわゆるパチスロ利権、主の岡田と組んで、歩通橋を作ったのが最大の資金源だろう。そして、いわゆる原発利権でも東京電力と組んで儲け、また日本航空にも手を出し、その他警察利権にもまつわり、あらゆる省庁の利権には顔を出す、手を出す。それで築き上げた財産は、事業家としては政商として立派であろうが、席が国会議員である以上は、私は憲法15条の国会議員は公民である。公務員は選挙によって選ばれる。そして国会議員も公務員だから、公務員としてそれだけ職務権限の乱用によって稼ぎ上げたものは犯罪者である。よってドブネズミである。ドブネズミの横綱に推挙した理由はそこにあるわけ。まあ彼については私は第一回選挙の時全面的に応援して国会議員に押し上げたのは私であるから、当時警察庁長官を辞めた後藤だが、自民党のいわゆる田中派の知恵袋として活躍しており、亀井静香を私が応援するにあたっては後藤田正春は徹底的に反対した。その反対した理由は、あいつは筋が悪いと、この一言であった。まあしかし私は後藤だから筋が悪い、何が悪いと言われても、引き受けた以上は必ず国会議員に当選させてみせるぞと言って、私は寺尾光太郎というものを財務担当の秘書に入れてですね、全面的に経済的支援をして、そして、国会議員に彼は1回目の選挙で見事当選を果たした。
その時はお金がなかった。しかし今三十何年経った今は国会議員の中でも畑山幸雄という財産家を超える財産は持ってるのは間違いないだろう。畑山幸雄の場合はブリヂストンの孫でありブリヂストンからの遺産をもらって大きな資産を持ってるわけであって政治家になって儲けた金じゃないわけ。それを上回る金をあの広島の山奥から降りてきてそして国会議員になってそのどえらい莫大な財産ができるというのはやはりドブネズミだからできたんだろうと。これが事業家ならば政商としてまた当然政商ナンバーワンの横綱になったであろうと、その時は政商ナンバーワン横綱ですからドブネズミとは呼ばない。政治家でここまで汚いことをやって国の税金をはっきり言ったら画伝飲水で我が懐を入れたということですから犯罪行為じゃないかと。だからドブネズミというわけです。今日のドブネズミは亀井静香、明日のドブネズミは次の人です。これで終わります。ありがとうございました。Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. For that we are finished. Thanks for watching.日本はユーロシアの一員であると。